カブカブパラダイスはは早見見会員さんを募集中です。詳しくは右上のバナーをクリッククリック。はい、カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それではまず今日の日経 円上げましたねで。前日のダウは3日続伸していたんですよね。168ドル高でハイテク株に買いというふうに、ね、書いてありますが、朝に、ね、アメリカの新規の失業保険の申請件数っていうのが発表されて、それが3週連続で悪化していたということで、市場予想を、ね、上回ってしまったということだったんですよね。それで景気に懸念が高まって、アメリカの長期金利が低下したと。 いうことで、まあ、ここんとこ割安になっていったハイテク株が買われてきたということにねなりましたね。で、日経もその流れを受けて、3日ぶり反発ということで、なんとですね、623円高にねなりましたね。いやー、すごいな。で、今週のね、水曜日はメジャー s SQ の水曜日ということで、なかなかのね、売り仕掛けがね、入って感じになっていましたよね。で、昨日の木曜日もね、結構下げたと,ということだったんですが、今日はね、うまい具合にね、リバってくれたということになりましたね。まあ、メジャー SQ のね水曜日はね、結構こういう仕掛けがねあったりしますよね。で、水曜日にこういうふうに下がると、メジャー SQ の金曜日はですね、意外とね、上がったりすると。 いうことも、ね、ありがちななわけなんで、すが今日は、ね、そのパターンにはまったということになりましたねでこの調子でね、4万円までね、なんとかいけるのかどうかということですけども、まあ、外国人の人たちがね、割安だと感じている間はね、まあ、買われるかなという気はしますが、まあ、4万円まではね、行くとしても、そうそう簡単にね、すんなりはいかないんじゃないかとはね、誰でもね、思っているとは思うんですが、どういうふうになっていいかね、本当に4万円までいけるのかどうか。 頑張ってほしいと思います。続いて、グロース場の壊し数ですけども、はい。グロース場のね、壊し数は今日はね、0.48%上げたんですが、まあ、ただですね、ちょっとね、陰性だったんですよね。まあ、陰性だったので、そんなね、いい感じではなかったんですが、まあ、それでもね、上げは上げなので、まあ、うまいことね、この辺でね、よを起こしながらでもいいので、 上の方にね、まだまだドーンと抜けてほしいなというふうにね、思いますけども、頑張ってください以上、自愛関連でした。続いて、テーマ別テーマ別でですね、まずはね、半導体関連なんですが。はい。 半導体関連ですね。今日はね、合いが良かったので、なんとですね、このリストに入れている8割以上がね、上げてきたということになりましたけれども、そしてずっと注目株に入れているソシオネクストちゃんがですね、なんと11%ありましたね。はい、おめでとうございます。で、いよいよですね、心理的節目のね、2万円のところのね、10円下までね、上がっていったということになったんですよね。 今日の終わり値がですね、ついにね、19,990円の高値引けということになってですね、あと10円でね、2万円なんですよね。 いやー、なかなかすごいな。で、まあ、今日のね、気配見ると、2万円のところにですね、2万8000株ね、誰かがね、並べているんですよね。ちょっとね、壁を作ってる感じには見えますけども、来週どんな値、ね、動きになるかね、かなり気にして見ていきたいと思います。頑張ってください。続いて、玉川ホールディングスなんですが、はい、玉ちゃんもね、今日頑張ってですね、8%以上ね、上げてきたんですよね。はい、おめでとうございます。で、こちらですね、この間も話をしましたけども、半導体の試験装置の新規顧客受注に関するお知らせ っていうのを6月1日にね出していたんですよね。で、それでね、結構同意づいているわけなんですが、うまい感じにですね、NG を描きながら、今日はですね、上抜けしていったということになりましたね。はい、おめでとうございます。こちらもね、この調子で頑張ってほしいと思います。続いて、インスペックなんですが、はい、インスペックもね、今日はですね、2.3%上げたと。 いうことで、まあまあ頑張ったんですが、で、インスペックといえば、以前ね、何回かお話をしましたけども、カブタンさんのね、記事によると、急騰した A バランスの次の銘柄と噂されというようなね、書き方にねなっていたんですよね。これね、4月14日の記事ですけども、で、今日のね、OB 局に決算が出ていて、残念ながらですね、今期形状は51%減益へと。 いうことにね、なってしまいましたね。ということで、月曜日はですね、ちょっとね、よりは厳しいかなというふうには思いますが、どの辺でね、うまくリバーが来るかというのをですね、見ていきたいと思います。頑張ってください。以上、半導体関連でした。続いて、AI 関連なんですが、はい、AI 関連はですね、今日はね、上げたやつの方がね、少なかったんですが、しかし、爆上げしたやつもね、あったんですよね。 で、でまずですね、このね、TDSE なんですが、なんとね、ストップ高に張り付いておりましたね。はい、おめでとうございます。で、これはね、何があったかというと、まずですね、日経新聞がね、今日のお昼にこういうふうに報じていたんですよね。NTT が生成 AI 開発、金融や医療向け、米大手より低コストと。 まあいうような書き方だったんですが、で、これとね、TDSE がどういう関係にあるかということですけども、以前にね、NTT データと、こういうものをね、出していたんですよね。AI ビジネス拡大に向けた資本業務提携ということだったんですよね。ということで、時価総額がそんなに大きくなく、ATT 関連の AI ということで、今日はね、バックアンにしてきたということになりましたけども、 まあ、チャートもね、うまいこと NG を描いて、ドーンと上げてきたという形になったので、まあ良かったんじゃないですかね。まあ来週はですね、いよいよね、この前回の高値をね、抜いていけるのかどうかというところですけども、頑張ってほしいと思います。で、ところでね、その NTT なんですが、今日のね、夕方にブルンバーグがね、こういう記事を出していましたが、完全民営化も検討を3分の1保有見直し、自民党の政調会長と、 いうよ今はね、法律で NTT の株を政府が3分の1保有するという風になっているんですが、そろそろね、それを見直したらどうかというような話が出ているみたいなんですよね。それを売って防衛費にね、回したらどうなんだというような書き方にはなっているんですけども、まあ、一方で、経済安全保障の観点から、外資がね、過半を取るようであると、ちょっとね、困るよねと。 まあ言うようなことも言っているらしくですね。まあちょっとね、どんな風になるかね、わかりませんけども、ちょっとね、気になる記事かなということで、ちょっと今ね、話をしてみましたが、続いて、ヒーローズなんですが、はい、ヒーローズはですね、今日はね、5%上げなんですが、今日のね、OB 検に決算を出しているので、こちらね、新ネタのコーナーでやります。楽しみにしておいてください。続いて、エッジテクノロジーなんですが、はい、 エッジテクノロジーはですね、今日はね、4%下げたんですが、大引きを依、ね、頼決算を出していて、こちらはね、残念ながら、今季の形状は18%減益へというふうに、ね、なってしまいましたが、こちらもね、どの辺でね、リバーが始まるかというのをね、見ていきたいと思います。頑張ってください。以上、AI 関連でした。続いて、ステイブルコイン関連なんですけども、はい。ステイブルコイン関連がですね、今日ね、またまたね、バック上げしてるのがね、出てきたんですよね。 まずですね、このアクリートがね、ストップ高で終わり、そしてインタートレードもですね、ストップ高で終わり、スピーが7%上げ、コンピューターマネジメントが4%上げたということになりましたね。はい、おめでとうございます。で、これはね、何があったかというと、おそらくね、この記事に反応したんじゃないかと思われるんですよね。カブタンさんがね、昨日の夜にこういう記事を出していたんですよね。ステイブルコイン本格指導へ、デジタル通貨実用化で急浮上する銘柄群と。 いうことでですね、ここにね、いろいろ銘柄がね、書いてあるんですけども、ということで、この記事でね、またまたね、バック上げが始まったという感じになりましたよね。はい、おめでとうございます。で、アクリートはですね、すごいですね、これ、一回もね、陰線を引かずにね、ガン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 とね、上がっているということになっていて、で、インタートレードはですね、一回ね、こう、バック上げしてから、ちょっとね、NG を描く感じになって、またね、上げやすくなったのかなと。 ということで、今日はですね、ストップダカバでね、またまた行ったということに、ね、なりましたけども、で、カブカブバラーリスのハイ耳情報では、こういう記事がね、カブタンさんに載りましたよーっていうことをですね、今朝のね、7時45分にね、配信していたので、それを見てね、載った人はですね、かなりね、良かったんじゃないかというふうにね、思いますけども、来週もね、頑張ってほしいと思います。以上、ステイブルコイン関連でした。続いて、新ネタ、新ネタのコーナーですけども、まずはね、ヒーローズなんですが、 さっきね AI のところで話をしていたヒーローズですけどもなかなかのね爆上げっぷりなわけなんですが今日のね大引きゴミ決算を出していて今期計上は78%増益へと。 とといいううこででしたね。はい、おめでとうございますで。23年4月期の連結計上利益は前の期の非連結費2.5倍の2億1,600万円に伸び24年4月期も前期比78.2%の3億8,500万円に拡大する見通しとなったということなんですよね。 ということでね、今ね、AI 関連として注目されているヒーローズではありますが、なかなかの決算を出してきたので、まだまだですね、いけそうなね、感じがね、しますよね、これね。ということでね、このチャートがですね、どこまで行くのかね、見ていきたいと思います。頑張ってください続いて、ベステラなんですが、はい、ベステラはですね、今日はね、0.4%下げたんですが、で、ベステラといえば、プラントの解体工事にね、特化して、 まあ会社なんで、すよねで特許広報に強みがあって、石油化学とか製鉄とか発電所のマネジメントと、まあ、ここにはね、書いてありますが、で、今日の大 b 業員決算を出していて、2月4月期形状は赤字転落で着手。24年1月期第1四半期の連結形状損益は3700万円の赤字と。で、これを見るとね、とても残念な結果になっているんですが、しかし、 同時に出したですね、決算の、ね、説明書を見ると、なんとですね、受注工事高は第1四半期会計期間の3ヶ月間だけで、各校の年単位での受注額をすでに上回っております。その結果、受注残高も過去最高額となりました。今後も拡大する解体事業を取り込み、着実に工事を受注してまいります。というふうに書いてあってですね、なんすかこのグラフっていうね、これ、これ何っていうね。 このグラフなんすかっていうね。まあ突き抜けてますよね。ここね。<laughs> ということでですね。来週ね。まあどんな風になっていうかね。こちらもね。かなり注目して見ていきたいと思います。頑張ってください。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、前回の動画で注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね。まずこのね、マイクロアドなんですが。はい。 マイクロアドですね。今日はね、5%以上上げてきましたよね。はい。おめでとうございます。なかなかね、いい感じのね、チャートになっていると思うんですよね。ここのとこね、ちょっと横横になっていたんですけども、マイクアイにね、この発射台が整って、今日はね、上にドーンとね、上げてきましたね。はい。おめでとうございます。まあ、マイクロアドはね、いろんなね、ネタがね、出ているので、まあ、この調子でですね、少しずつね、調整しながらね、なんとかですね、この前回のね、高値をね、抜いてほしいなと。 いうふうにね、思っていますけども、頑張ってください。続いて、エニッシュなんですが、はい。エニッシュはですね、今日はね、なんとね、9%以上上げてきましたね。はい。おめでとうございます。ここのとこ、ちょっとね、陰性が続いていたんですけども、今日はですね、うまい具合にね、反発してきたということになりましたね。はい。おめでとうございます。で、エニッシュは、このね、ゆるキャンのね、新しいゲームを出しますよということでね、盛り上がっているわけなんですが、事前登録者数がね、120万人を突破したと。 ニュ,ーニュースがね、6月7日にね、ね。月日に流れていましたよ、ね、で、そのゲームがいよいよ6月15日にリリースされるというような状況に今あるので、来週ですね、どういうふうになっていいか、ね、気にしてみていきたいと思います。頑張ってください。続いて ゼネテックなんですが、はい、ゼネテックはですね、今日ね、6%以上上げてきましたね。はい、おめでとうございます。で、ゼネテックといえば、この間ね、中期の経営計画を出したときに、3年後のね、売上高と利益がですね、なかなかね、すごい目標なのということでですね、まあ、爆上げしていったわけなんですけども、ここのところね、ちょっと下げていたんですが、今日はね、うまくリバってきたと。 いうことにはね、なりましたけども、まあ、ちょうどね、この今回の高値と、爆上げ前のですね、レベルとの間ぐらいまで一旦下げたので、まあそこからですね、またね、上がってきたという感じがね、なっていますけども、これもね、どういうふうになっていくか、まだまだ気にしてみていきたいと思います。頑張ってください。以上、前回の注目メーカーでした。続いて、6月19日の注目。はい、TDSE、インタートレード。 ソシオネクスト、エニッシュ、多摩川、TMN、ジェノバ、ゼネテック、マイクロアド、ヒーローズ、カバー、キャンパス、インスペック、NTT、三菱 UFJ、ベステラ、アイスペース、B プラツ、このうを中心に見ていきたいなと思ってます。 カブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。